みおチャンネル。はい、友永みおです。今日は前髪の作り方を紹介したいと思います。それではみおチャンネル、どうぞ。はい、早速前髪を作っていきたいと思います。まず私はこういうカーラーを使って前髪を作っていくんですが、今少し長めなので根元をふんわりさせるためにカーラーを使います。取ってくっつけます。これでぼーっと待つ。こういったカーラーは薬局とかに売っているので、ぜひ探してみてください。待っている間にアイロンを温めます。あげつやのヘアアイロンで120度に設定します。前髪は何度もこうやってアイロンを当てるので傷みやすくなっちゃうので、なるべく低めの温度でやるようにしています。普通に前髪を作るときは、私はメイクをしながらよくカーラーをやっています。ある程度の時間が経ったら外します。根元がふわっとなってアイロンしやすくなります。くるんと、前髪分けるのはあんま好きじゃないので、どんなに前髪が伸びてもなるべくパッツンになるように頑張ってます。何度か熱を当てて微調節して、こういった横の毛も取って、カーラーをすることによってアイロンがすごいしやすくなるのでおすすめです。アイロンはこれで終わりです。はい、そしてヘアクリームなどワックスを使って前髪に束感を作っていきます。ミニーレウェイウィデザインクリーム5、ほんとこんくらい手に取って伸ばして、この毛先だけ、前髪の毛先だけをつまむつまんで、パッツンだから毛先がバサってなることが多いんですけど、クリームを塗ってバサッと感を抑えます。私こういった束感のある前髪が大好きなんです。ちょっと抜けて見えるので顔が明るく見えるんじゃないかなと思ってます。でもあんまりつけすぎると濡れちゃったみたいな、あれシャワー浴びたみたいになっちゃうから、そこは気をつけて微調節しながら、本当にこの毛先、ここから下をクリームでつけてます。はい、そして最後にこれです。おすすめのヘアスプレー2つ。まずこちらはトリエジューシーヘアスプレー0番で、こっちがロレッタキラキラシューヘアスプレーです。どっちもツヤ出しスプレーなんですけど、ちょっと2つともおすすめなので紹介します。トリエの方はよくお仕事の時にメイクさんが振りかけてくれるんですけど、香りがすごく良くて、テクスチャーが3つあるんですけど、パーダリーとスタンダードとジューシーがあって、私はジューシーを使っています。みずみずしいツヤ、滑らかな指通り、本当にこの通りなんですよ。で、こっちはパッケージが可愛い、そして名前がキラキラシューって言って、何かわいいで、なんかキラキラサラサラヘアを作り出すグロススプレーです。まあどちらもツヤ出しスプレーなんですけど、こちらもね香りがすごく良くて、なんかおしゃれな気分になります。こうやってストレートヘアの時とかにこういうのかけて、前髪もツヤが欲しいので根元にだけよくツヤ出しスプレーを使っています。いつも気分によって変えるんですけど、今日はこっちのロレッタの方を使います。よく振って前髪に、でこうやってついでに髪とかにも、めちゃめちゃいい香り。本当にこのツヤ出しスプレーをするのとしないので全然違います。サラサラ度が増すのと、あとは本当にもうここにね天使の輪を作ってくれるのでおすすめです。前髪の出来上がりです。
皆さん参考になったでしょうか。少しでも楽しかった方、参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。ぜひまた見に来てください。バイバーイ。ありがとうございました。